ようございます。おはようございます。おはようございます。今から知床観光船に行きます。オーロラ号です。オーロラ号です。10時15分向かつです。お天気は曇りの予定です。雨が降らなければいいです。じゃあ後で知床観光船から写真撮って、ピンポーンって送ればいいじゃん。そうですね、これすごいね。さすが女性の勘は鋭い。182円かな。それでも今日それ入れるよ。いやでも戻ってきちゃえば向こうじゃ多分入れられないじゃん、うん、戻ってくる分は絶対大丈夫だから大丈夫でしょう。みんななんて言うところで、まあ、変わったかもしれないけど、そうがいいかね。いや、エネオスでいいでしょ。 35km 道なり了解。ほら、まっすぐな道だ。本当に気持ちがいいよね。本当まっすぐな道、信号ないし、信号ないし、だから事故起こすと大きいんだね。ほら、鹿が出てくるってかないからさ、うん、まだ安心感が。そうだね、ここはね。林道っぽいところがドキドキしてる。ドキドキしてね。昨日よりガスがすごい。昨日ほら、雨降ってても向こう見えたもんね。夜はね、雨かもしれない。雨でも、まとまった雨じゃなくて、データ上は0ミリグラム。ミリグラムじゃミリメートル、ゼロミリの雨。いや、本当でも朝寝坊したのかと思って。すんげえ明るいから、え嘘、何時と思って。え北海道っていうのはすっごくさ、朝の。朝早いで、分かってるんだけど、いや、それにしてもと思ってさ。じゃあ、目覚ましかけてるの？目覚ましはかけなかったけど。ちなちゃん寝てるんだと思った？一瞬、寝坊したのかな。全部チラちゃんにかかってるじゃん。そうそうではあるんだけどね。いや、カムイワッカはおトイレとかないからね、ちょっと気をつけとかないとね。簡易トイレはあるのか、受付のところに。最悪でも川に入っちゃったら何もないよ。湯に浸かって川の中でするしかない。やだ。おしんこしんは帰りに寄ります。もう海が見える。あ、熊だ。車降りたら事故。びっくりした。熊だって言うから熊が出たのかと思ったよ。バイクの人怖いね。でもね、バイクと自転車素敵ね。あ、素敵だわ。昨日行きは通ってないね。ここね。あ、通ったのかな。なんと見えないの。あ、川だ。川、あー、沢だ、ね、綺麗だね、やっぱり。よくばね、うん、ひろちゃんの膝はどうですか？ん？何？ひろちゃんの膝はどうですか？自分の背とか腰とかが痛いです。もう完全に壊れてます。返事したの？写真付きで？今、知床にいるって書いたの？まさかって。おお。開けてる素敵な道。うん、怖い。伸びていくな。ライダーが来ました。ライダーずっとねこのペースで後ろついてる。うん、同じペース。うん、いいペースメーカー。あ、底引きは右寄せかな。ね、あ、海の色も綺麗だね。おしんこしんの滝から10分なんだよね。寄ってもいいけど、どうする？ 10 時15分で30分前には痛いよね。帰りにすっか。最初そうしたんだから、そう決めたんだから、そうしよう。帰りにしよう。OK。だって、こうしようって言い切ってから、どうしようか、また。で、結局自分ですよ。元に戻す。普通は声に出さないんだけど、声に出してるだけで、あ、どうしようかなってなるじゃん。だって
まあ、予定よりちょっと早めに出られたからさ。1枚に出るのめったにないよ。めったにないよ。だってあの時間が決まってるのってないじゃん、ほとんどあんまり。チェックアウトしたのかな。チェックアウトしたのかな、そんなような感じも。あ、でもあの時間にチェックアウトはないでしょ。困り果ててあそこに行ったのかな。もう何にも用事なければ、ね、お手伝いしてあげてもいいんだけどね。一人で来てる人だったらね、うん、心細いだろうし。新古新滝あと10分。向こうはだってもう船から降りたらすぐに食べて移動だからさ。新古新は帰りに寄れれば。ただ天気がちょっとね、中旬節、うん、新古新滝が見えます。スルーします。あと朝とか、うん、ね、9時で。あ、写真1枚だけ撮ってく、晴れてるから。夕方わかんないじゃん、天気が。後ろのバイクの人も。うん、ここでいいか。めちゃちゃっと写真だけパッと撮って。ただいま9時20分なんで、10分間だけ滞在します。帰りに寄ります。わあ、ひんやりする。すごいひんやりする。あー、綺麗。本当近くていいよね。寝てるんだね。これ生きたペットだったら本当ね、本当大変だよね。つうかもう泊まりがけの場合ホテルに泊めなきゃどうしようもないでしょ。まあ、亀井は亀井をほら取らない。電気いたら急げ、上の方から取った方がいいよ。頑張れ。もう来ちゃうよ、柵が。早くしないと、もうちょっとで柵が終わる。あ、ここで取んないともう。オッケー。いや、ほんと亀の顔に見えるわ、あれ。あ、目にも。ね、目にもね、目と鼻見えるね。面白い。ちょぼちょぼ入ってる。ドダイドスみたいじゃん。ドダイドスだっけ、ポケモンの亀の。どうしようだ。ゴジラ岩。オーロラ、ヒップリバ。あれが違う船ですか。うん、そうそうそう。オーロラさんはどこかな。足元がそろって出てくる。駐車場。問題は駐車場。50メートルで、そこがオーロラのピップリバー。どうしたらいいかな。ここはなんでみんな待ってるのかな。聞いてくるか。そうがいいね。
知床観光船オーロラ駐車場。でもそこにさ書いてあったじゃん、オーロラ駐車場50メートル。あ、そう？そうかなとか思ったんだけど。星に来たからちょっと行ってくるか。ちょっと行ってくるね。まあまだあと30分あるんです。分かんないから出てきちゃいましょう。これから知床観光船オーロラさんに乗ります。天気はこんな感じです。あれがオロンコ岩だっけ？多分。それは雰囲気だね。ということはあそこに穴開けてトンネルにしたってことじゃない？穴開けてない。すごいね。電気はどこですか？鳥が飛んでます。ウミネコです。あと15分ぐらいで抽選ですね。3時間半の岬の一番遠いコースです。以上、乗船です。うーん、これです。でも帰りこっちですね。せっかくだからね、3時間後。真ん中の枠を左右に跳ね込む。救命胴衣については胴体でしっかり結びます。The buckle, the abutur, and fasten the belt. There is another type which you have to pass the straps around your body and tie them up the front. さてさて、ここからやらかしてしまいました。ここまでの録画は GoPro 君です。この後カメラをフィミ君に変更しました。そして外部マイクを取り付けて音声を拾いやすくしたのですが、帰ってから動画を確認するとなんと音声は一切入っていませんでした。さてこの後どうしたらいいでしょう。仕方がないのでナレーションでカバーします。ここはウレペの滝、乙女の涙だと思います。そして映像を見返していくのですが、やっぱりどのあたりか全く分かりません。これがクンネホールになるのでしょうか。さあ次、ここはどこになるのでしょう。おそらく岩宇別川、川の河口になるのだと思います。続いて、そうそう、ここで手書きの地図、
これをもらっていたので、これを見ながら進んでいたのですが、もっとも音声が入っていれば場所が分かったのに仕方がないので、とにかくこの映像と手書きの先ほどの地図のスクリーンショット、 Google マップを頼りに調べていきます。ここはオーバーハングと言われて、この上が知床湖になるようです。これはカムイワッカ湯の滝で間違いないでしょう。大丈夫です、これは自信があります。船はのんびりと進んでいきます。知床岬灯台の方へ向けて進んでいるのです。ちなみに左上にある小さなマップ、これは大体の目安になります。海猫さんが見えましたね。空模様は海猫、青空は望めませんね。ここはどこになるのでしょうか。ここはブログじゃないです、ルシャ湾の先にあるタコ岩になると思います。いや絶対タコ岩ですね。でここら辺はクマさんが出るらしいのですが、残念ながら見えませんでした。カシュニの滝が見えてきました。多分カシュニのカシュニの滝で間違いないようです。残念ながら上空は雲に覆われちゃっています。あの左の方へ進んでいきます。ここで船員さんが何やら指を指しています。この先にどうも熊が見えるようだったのですが、何しろ距離がありすぎて見えません。双眼鏡をレンタルしていたので、なんとか見えたような記憶があります。続いて反対側も見てみましょう。こちら側は晴れてれば何か見えたのでしょうかね。そこで Google マップ使ってみました。この方向で見ているので晴れていても何も見えそうにないですね。戻ることにします。さあそろそろ折り返し地点に近づいてきたようですね。知床灯台が見えてきました。思ったよりも距離が遠いです。編集でズームアップをしてみました。知っていればもう少し高解像度 4K で撮ればよかったとちょっと残念です。音声といい本当に心残りですね。仕方がないので Google マップを活用させてもらいました。さあ戻るところです。帰りはさらに曇天に記念写真撮りながら戻りました。遅くても15時半までです受付は、はい、うん、まあでも奥まではもう行かないのでしてるから、なんか30分ずれちゃったら、じゃあ行くよ、うん、行きます。結構過密スケジュールだね今回これはね。あらかじめ30分間違えていなければ、アラブもお弁当を買っちゃって中で食べてっていうすればよかったんだけど、3時間半コースじゃなければもうちょっと午前中午後で分けられたんだけど、人も楽しいんだから短いのでいいね。そうだね、うん、だから予定では今頃出発できる予定にいたの。ここでしょ。シカパンはなかったね。でもやっぱりちょっと違う肉の香り、口に残る香りが違う感じはしたよ。シカってどんな味なんだろうって、ね、あんだけ近いといいよね。あれも半分以上近いとね。そうね、どうしても仙台風味見えるんじゃない、ね、あと高画質の写真ならだよな。もう多分
多分行かないよね、今回逃したら。昨日はこの看板を通り過ぎた緩やかなカーブがあります。そこで熊さんに遭遇しました。今日は残念ながら出ませんでした。でもあんまり会わない方がいいのかな。そうした。まもなく右側へ林道に入ります。マップ上ではこんな感じですね。約10キロの道のりになります。流行る気持ちを抑えつつ林道へ突入します。カムイワッカの意味ですね。アイヌ語で神と悪魔がカムイで、水がワッカという意味があるカムイワッカの湯の滝です。溶山から流れてくる水は硫黄を含み飲めないため生き物が生きられないというふうになるみたいですね。これから向かう湯の滝登りの注意点等々を記載しています。2023年の春ぐらいから体制が変わったようですね。今は事前に予約が必要となりました。湯の滝登りは前日までに予約決済が必要だったようですが、空きがあれば当日も参加受け付け可能だということですね。で、当然のことながら専用サイトでの申し込み、それから利用日時とかオンラインでの事前申し込みとかあるようです。人数制限は1日210名、時期によって車両規制があったりします。からカムイワッカ利用当日は自分で向かうということですね。からレクチャー、これは見ておいた方がいいです。で、その他リスク同意書への同意、ヘルメットの装着義務がありました。この時 G たちは事前に予約していきました。また公式サイトでの注意点、レクチャー動画視聴などをしっかりと予習をしておきました。これすごく大事なことです。そういいよ。 OK。 あ、もうこっから危ないじゃない。そうだよ、ちゃんと。そうですね、こんにちは。こんにちは。あ、はい、すいません。あ、これやばいな。はい、すいません、ありがとうございます。危ない危ない。ゆっくりで大丈夫ですよ。はい、じゃあ、はい、ちゃちゃん、じゃあ行きましょう。これどうやって閉める、どうやって閉める、外すの、こっちだ。ちょっとさ、こっち向いてるのをやってんだから。このぐらいですか。うん、行きましょう。手袋忘れたよ。どっちから行く、こっちから行く、そこ登ってそうやって行くだね。入りました。おお、すごい。ああ、オッケーオッケー。そんなには滑らないわ。ここ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 で、面白い。で、今自分のドボンって来てんだ。ああ、これそう。なんかわかんないのが出ちゃった。かなり幼くなってるけどね。よし、行こう。あと30分、だから10分ちょっと行って戻ってくるよ。いや、これの中にいるところを取りたいよね。そうだね。じゃあ、でも、わかんないよね、これが流れてるっていうのが。ん？
ちゃんの動画撮れてるの？撮れてるよね。ちょっと上がじゃあ分かるかな、それ。うん。今下に、ちょっと下に向けて、こんな感じか。あとはさ、こっちを動画にして、まあ、こうやってやって、こんな感じで、ちょっとね。じゃあ行きましょう。うん。やっぱ滑らないね、でもね。意外に足元しっかりしてるわ。あ、土はね、どうしてもね。土はどうしても滑るさ。自分で自分の靴踏んじゃった。イエーイ。シャッター音がしねえだ。暑いけど、暑い。あ、流れてるところでしょ。面白いじゃん、ちゃちゃん、ここ。取れてる気がしない。うわ、すごいよ、これ。ドボンしてるの、ここ。うん、うん。あ、今撮れたの？今撮れたの？ほら、パチンって、こっちから行こう。あった。また来たくなってきちゃうな、ここ。起きたらって、ここが起きて。そうだね。大丈夫？今滑った。行くよ。気をつけて行きましょう。あ、ここが、ここが縦が1の滝なの。これが2の滝なの。これが2の滝？うん。そう。熊の鈴か。あそこが、ほら、3の滝じゃない？あそこが男子なんだよ、上に。そのもう一個上が。ね。うん。あと、そこの下まで行って戻ろう。今、40分。4時に戻ってくればいい。うん。まだ降りてくるよ。うん。横歩きがいいかな。あ、でもなんかさ、気持ちいいね、お湯。うん、お湯気持ちいい。決めたかったらね、アウトで。あ、ここで終わりにするんで。もう最初から開けな、無理だと思ってね。いや、もう時間よりも多分体力的に無理だと思ったから。いや、もうゆっくり、はい、ゆっくりしていただいて、はい、4時までに、はい、出ていただければ。4時までに、はい、すいません。はい、とんでもないです。
かってる？もうまだその辺にうろうろしてるんで、やっぱクマ出る可能性もあるので。あ、わかりました。うろうろします。はい。雰囲気ある。取れてない。よし。ん？いや、もう15分前だから、下に降りましょう。うん、15分だからあと。下降りる方が怖いでしょ。怖い。横向きで行こう、横向きで。もう結構ね、あの、人によってはそう言われます。僕も、その、え、そんな会社で降りてる。やっぱり3回4回ね、追いつけると。ああ。そうそうそう。ちょっと滑るかも。滑ってる。うん。ちょっと滑ってる。まっすぐ行って。うん。まっすぐ行ってる、まっすぐ。前に。あの、横向きだと靴が滑るんだな、やっぱり。うん。こっちか、俺が先行く？うん。うん、ここはお尻をついていこうか。大丈夫？うん、だからお尻ついちゃって、そのためにほら、この服を買ってきたんだから。大丈夫？お尻冷たいよ。僕ができてるかな。最後気をつけてね。 OK。 間違ってドボンしないで。1%になっちゃった。うん、なんかわかんないのが出てるし、わかんないから切っちゃおう。うん、あ、こっちだ。うん、斜めに進んで。斜めに。じゃあこれラッシュガードも沖縄に行くんで買って、あ、で今回ここに来るんで買わせた、はい、いいですね。絶対買った方がいいよ、はい、行くなら、はい、ある方がいい。でマリンシューズはその時に買って持ってたんで、はいはい、で濡れてもいい格好で、どうせならまた沖縄行くかもしれないから買って、まあ、そうですね、いいですね、うん、物があればね、また使えますよね。そうなんですよね。またここじゃなくてもね、例えば道内でも、ね、うん、これ着て初めて改めてお腹の出っ張りに気がついて、ちょっと止められてたわけだな。ちょっと薄着た時が気づく。ボテッとしてるやつなら問題ないんだけど。今ドローンもやってるんで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。僕もこっちでドローンやるんで。あ、やるんですか。はい。ここはどこへ行くとかだったんですか。ここでドローンとなるとやっぱり最低国土交通省はお持ちですよね。あ、もちろん持ってます、ね、うん、リップス申請了解です。知床峠が結構ややこしいんですよ。ああ、峠はね、もう両方入り組んでるんで、シャリとあの、あ、そうそう、ラオス川と、なのであっちはどっちもあの2カ所に入輪届けなんで。そうですよね。入輪届くからやらないといけないですもんね。同じ住んでるんで、1年間通して取ってるんで、あ、それ楽なんですけど。ドローン、このつながりとして、僕ここで取った、これもぜひ取りに来てください。これ秋です。いいこれ夏です。いいなぁ。以上。この案内用にね、取って。じゃあ気をつけてよ。あれだったらお尻ついちゃった方がいいよ。一番滑るから。言ってくださいね。今ね、ドローン話になっちゃった。申し訳ないです。ドローン話してる間に転んだ。この申し訳ない。どこお尻ついた？痛い。どこついた？
こっち側グワーって行ってここ行った。あれ滑った？擦り傷あります？あの一応消毒あるんで。あ、はい、お願いします。あります。うん、でちょっと水で流してから。じゃこれに映ってるかもしれない転んだところ。また転んだって。転んだっていう。滑った。滑ったのね。今ねドローン話になっちゃった。申し訳ないです。ドローン話してる間に転んだ。え？した後はあのあれだけです。このした後はあのあれだけです。この関東のこっち側は網走南部森林管理所。あ、網走。はい。それであっち側、羅臼側は、はい、滑った。だからこれはドボンした。あ、本当に？うん。よかったねそれ。長いをしてしまった。道中お気をつけて。はい、また来たいな。はい、頑張ってください。ありがとうございました。お疲れ様です。これは拭いた方がいいよね。うん。これどこ？これ靴も洗いたいな。返すやつ。どこどこ？あ、そこか。ずったのね。オッケー。あら。目を離してる隙に。目を離した隙にズルッとしちゃったみたいで、染みる染みる染みてる。これ淡水のお湯で痛かった。降りる時だから最後の最後。まだ自然センターで、はい、これ貼ってきますか。あ、いいかも。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ？あ、あれですね。あのインテリジェントで撮った。マビック2、あのミニで撮って。インテリジェントでしょ。あの自動で。いや違う違う。じゃなくてですか？自分の操縦。え、どこで操縦してるんですか？やってないんですか SNS ですか？ SNS はなくて YouTube で。あ、YouTube。はい。YouTube やってます。知れとこドローンっていう名前でやってる。知れとこドローン。はい。知れとこドローン。ドローンをやってるっていう。おい。ローマ字なんで、知床。ああ、知床ドローン、はい、知床ドローン。入んねえか。さあ帰ることにしましょう。今日は曇り。昨日は綺麗な夕日を見ながら帰ったのですが、ここで鹿さんを発見しました。しっかり写真に収めておきましょう。ホテルに着いたら晩ご飯ですね。海鮮居酒屋北仙さんで晩ご飯にします。道の駅シャリの脇を通り5分ほどで到着します。ここで北仙さんのインスタグラムより、海鮮居酒屋北仙シャリ町にある居酒屋さんになります。串物、珍味、おつまみ多めの一品屋さんになります。オープンは17時から。お店の都合で早く閉まる場合があります。今回茶色が目立ちますが、とても美味しくいただきました。おにぎりもいただいて、ここでとっておきホタテ貝柱の中でも 0.15% しか取れないという希少な赤玉です。このホタテが絶品でした。ごちそうさまでした。明日は帰る日です。